はい、こんばんは。今日は2019年度の第3回全島マグモ氏の、まあ、高さから質問された問題です。この第2問。えっ、ー、と、ね、特に第2問の、この1、2のこの2ですね。データ分析の、の一番最後のところを質問されたんですけど、まあ、全体的にやってみようと思います。いいですかね。えっ、ー、と、1番。いきますよ。面積が4分の15ルート7の三角形 ABC において AB イコール4、AC イコール5であり、各 BAC は A とで、サインの各 BAC は何ボトコサイン各 BAC が何ボトで、BC が何ボトであると。各 BAC の二等分線と三角形 ABC の外接円の交点のうち A と異なる点を D とすると。で、BC イコール CD イコールこれこれであり、三角形 ACD の面積イコールこれこれであると。じゃあそこを説明しましょう。じゃあこの2番あとからですね。はい、いきます。 じゃあいきます三角形 ABC ですねえっ、ー、と45とじゃあ三角形 ABC の面積は1 2分の1かけ4かけ5かけサインのここですねでその面積が4分の15ルート7っていうんだからこれイコールと答え8分の3ルート7これが IU の回答になりますで角の BAC が90度よりちっちゃいので A 角だということはコサインはプラスですねじゃあサイン2乗足すコサイン2乗イコール1からコサインイコール1サインの2乗とでプラスの平方根ですね8分の1と A 方根ですねで今度三角形 abc に予言定理使ってくださいこれの2乗イコールこれの2乗足すこれの2乗マイナス2倍のこれかけこれかけコサインこことということでこうですねで bc が正だから u b c は6といいですかね でこれが A をかでってしょで次外接円ですね。で三角形 ABC がこうあって外接円があってこれ角の二等分線ですね。で BCBC BC と C あれ BC やったっけあれちょっと待ってね。えー、っとね BD か間違えた間違えたこれ BD これ BD の間違え。 BD=CD= イコール、CD、イコールこれこれそもそも事実のように書いてますけど何でか分かります ?BD と CD とこれ円周角は等しいから同じあんだ等しい個もしくは等しい弦に対する円周角ってことでこれとこれ等しいと、まあ、そういう意味ですねでそれを X と置くとこれ X ですねそしたら、えー、三角形 BCD につまりここですねこれに えーと予言定理使うとこれが 6xx いきますよ6の2乗イコール x の2乗足す x の2乗マイナス2倍のこれかけこれかけコサインこことでコサインなんだけどもマイナス8分の1使ってくださいなんでかというとここのコサイン分かってますよねここのコサインでこの角度足すこの角度180度ですよね円に内接する四角形の向かい合う角度の和は180だからということは コサインの180角の角 BAC なんですね。つまり BAC ってこうね180度からこの角引いたらこの角ですよもう一回言うとコサインの弧180度引く角 BAC これはマイナスコサインの角 BAC でしたよねということでさっきのコサイン b a c にマイナスつければいいこれだからこのマイナス8分の1を使ってくださいじゃあこれで x が4になりますじゃあ4だったら44ってことで これが二等円三角形になりますね。だからこの黒丸がここにも来ると。この黒丸がね。で、この4、これも4だから、えっ、ー、と、4、4で、えっ、ー、と、あ、それでいいか。ということは、これで、えー、この、この3つの角等しいんですよね。じゃあ、錯角等しいので、これ平行ですね。これ平行と。平行と考えればいいと。いいかな。で、これも4、4。4、4。 44だから結局ねこう考えれば次の問題ですとね AC と,、えー、と BD が今平行言いましたね AC と BD 平行つまりこれとこれ平行ですよということは今から塗る三角形の ACD この面積ねこの面積と ABC えっ、ー、と赤でいこうかこの面積等しいの分かりますなんで等しいか。 えとこ,れこれ平行なんですよ平行だからここを底辺と考えれば高さは同じ同じ高さですよね平行だからですねだからえー、と黒のこの斜線と赤の斜線は面積等しいっていうことで三角形 ACD=abc と全く一緒で問題文によると4分の15ルート7これが空桂交差の回答ですいいですかねこれ意外と見抜けなかったかな じゃあこれが終わりでちょっと待ってねこれ終わりでえっ、ー、とこのこっちか、えー、問題がどれいうどうかちょっと待ってくださいねちょっとお茶飲みながら聞きますじゃあ2番「2014年4月1日に消費税が5%から8%に引き上げられたと」とも,いいもう問題いいですねもう本人たちはも問題持ってるからはいじゃあ問題をあの書き写す人はちょっと動画を止めてあとこれですね 47都道府県で支出の A が2013年4月の平均値消費の平均値こっちが2014年4月の消費の平均値各県のね各県の県庁所在地かの平均値で1番 C 数に当てはまるものを0から4の中から1つ,ずつ選んで、えー、とじゃあいきますよ C 数 じゃあ、えっ、ーと,えー、と、C 数だから2、2の1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 これあこれこれ、これ見せけない <laughs> これ見せないと分かんないな。えっ、ー、と、0。えっ、ー、と、支出の A が最大である都道府県は、支出の B, が B の値が3番目に大きいと。 ええと、ちょっと問題写あの、あの、初めて見る人問題移してくださいね。ええー、と、この0番は正しいんです。正しい。つまり、あの、支出の A が最大である都道府県。支出の A が最大。A、A はこっちね。この最大これですね。これ。は、ええー、と、支出の B の3番目。 に大きいですねだって上から123だから3番目だからこれは言ってることは正しいと0は正しいとで1番えこれ一番ね正しいってことはもう答えじゃないってことですよ答えじゃないと正しくないのはどれですかだからじゃあ質の A の値が26万,み万円未満の全ての都道府県において質の B の値は32万円未満であるとこれも正しいんですね あのー、支出の A の値が26万未満26万26万未満ってこの辺か6枚に行って,まい行ってないとこの辺ですねはえっ、ー、と支出の B の値はすべて32万ですねこの辺の値はこう見たら32万より小さいですねですね32万より小さいだからこれ1番合ってます1番合ってるとで次2番2番 質の A が、の値が32万以上かつ、質の B が32万未満の都道府県の数は 8, 8個、8個以上ある。これは正しくないから、これ2番回答ですね。2番回答。これでは、ちょっとこれ見ると。えっ、ー、とね、ここを表すのか、結局。これ数えてみたら7個あります。7個。もう一回言いますよ。 A の値が32万以上で B が32万未満だから32万以上この辺かこの辺を指すとこれが数えたら8個じゃなくて7個になりますよく数えてみてくださいねいいですかねで次3答え23なんですけどもで3番これ正しくないです質の A の値と質の B の値の和が最小の都道府県は質の A の値も最小であると これね、大体の値で取ればいいんですけども A と B の和がちっちゃい一番ちっこいっていうのはこれですねこっち見るかな。これですね,ですね大体の数字これが、ね、これが大体22横軸が22.5ぐらい22.5ぐらいで縦軸で24.2ぐらいで足してみたらそれが一番ちっこいですね。 で、えっ、ー、と、一番ちっこいやつは、A の質も最小じゃないですね。A の最小は、こいつですよね。これね。だから、えっ、ー、と、3番は違う。違うってことは回答ですね。だから2番、3番回答。で、4番。質の A と B の和が66万以上の都道府県は6個以下であると。6以下であるか。これ、正しいですね。ちょうど6個ないですか。 ちょうど6個66万以上の都道府県ってことはこの辺ですね実際これ数を出して足してみたらこの辺ですねこれが6個ありますいいですかねはいということでえっ、ー、と回答はなやっっけ23ですね23となりますで今度これ A と B の正しい箱ひげ図でこれは これねちょっと手書きで書いてないけども47の都道府県だから低い順に123まあ、こうですねだから支の A もこれ質の B もこれで2つ作ってみると一番近いのが最小値真ん中47だから真ん中の24件目が中央値ですねで12番目が第1四分位数で47左から数えて47番目が最大値36番目が第3四分位数と。 ということで、こうなりますね。質の A と B が。で、これ、箱ひげ図で合ってるのは、えっ、ー、と、質の A が1番、質の B が2番になります。だから、背に1番、素に2番を書いてください。これとこれですね。質の A がこれと全く合ってる。質の B がこれと全く合ってる。だから、背が1、素が2としてください。あとこれ、これね、箱ひげ図から、あくまで箱ひげ図から読み取れる。 だからこの図じゃなくて、まあ、この図でもよかったんやけどこの図からでもいいんやけど箱ひげ図から読み取れるのはどれですかと,、えー、ともうこれはいいね答えは答えは、ーね、正,正しいのはどれですか正しいのはどれですかだから 14? えっとん2つ選ぶのいいなタッチでやると。 一四でいいんか。一四ですね。えっ、ー、と、え、質、質 A の値が30万以上の都道府県の数は、質 B の値が30万以上の都道府県の数より少ない。これが合ってて、四番、質 A の四分位範囲と、四分位範囲っていうのはこの塗ってるとこですね。第一四分位から第三四分位のこの間、あこの差が四分位、四分位範囲だから、それが八万より大きいと。この一四が合ってますね。 ちょっと省略しますで問題次なんですよね。これ質問されたのはこれなんですけど2つの変量 xy の,の10個の組 x1y1x2y2x10y10 ね。で xy の平均値を x バー y バーとして xy の分散を sx の2乗 sy の2乗とするとまた x と y の共分散共,共分散。 と相関係数をそれぞれ SXYR とする。ただし、共分散は2つの変量のそれぞれの変差の積の平均値であると。で、XY について以下のことが与えられていると。X バーが5。X1 の2乗たす X2 でじゃ、2乗の平均値平均、2乗の和が308と。で、SXY が0.7。R イコール0.125と。で、えっ、ー、と、N を自然数とし、実数値の値、これ N 個いうことですね。N 個。で、平均値は、 Z のバーはこう表せるよと。で分散 SX の2乗はえっとこう表せる SXSZ か SZ の2乗はこう表せるとはいじゃあちょっと待ってねその問題解く前につまり言ってることはこうですね言ってることはこうとえっ、ー、と平均値は今回 X1 から X10 ですねそれを10で割っていると で分散は偏差つまりこれ平均値だから平均値だからそれぞれ、えー、と平均値を引いて2乗2乗2乗で、えー、とデータの数で割るとでそれをこれで言い換えもできるよとえっ、ー、と2乗の平均値から平均値の2乗を引いても同じだよとだからこれとこれを使うんですねで標準偏差まあ標準偏差もいいですねえっ、ー、と今のやつにルートをつければいいと。 だこっちにルートをつけてもこっちにルートをつけてもいいよと。で、共分散は、えっ、ー、と、x の偏差と y の偏差の積、これを足していって、えー、今回10個やから、10で割ると。あと、相関係数は、こうですね。まあ、これでいいんだけどこれ、ちょっと鉛筆で書いたやつ。えっ、ー、と、こっちでいこうか、こっちでいこうか。えっ、ー、と、2つの変量 xy について、x の分散を sx の2乗。 えとで y の分散 sy の2乗で共分散を sxy とすると xy の相関係数 r は、えー、と分母が sx の,のルート sy の2乗のルート分の sxy こうなるよと、はい。じゃあそれが分かっているという前提で行きましょう,しょう、えー、じゃ4番は sx の2乗っていうのは当然こうですね。 で、今回10個と。で、ここは308って分かってるんだから。で、これは5って分かってるから、えー、これで5.8か。Sx の2乗がね。Sx の2乗が5.8は分かってると。はい。で、あ、分かってるっていうか、今計算したらそうになったと。で、R っていうのは今言った通りです。じゃあ、それに当てはめれますよ。R が0.125。えっ、ー、と、S、Sx の2乗が5.8。で、Sy の2乗が分かんないと。ル,ルートがね。で、分子はこれ0.7と。Sxy が。 じゃあ、これで解いていってください。えっ、ー、と、2乗していくと、5.406、つまりつが4の回答になります。で、最後なんですけども、最後の問題、最後の問題、これをね、実は質問されたんですよ。A が正、B が正、large x イコール Ax、large y イコール By と C、large x、large y の共分散を S の xy とすると。 で、sxy が7の時の ab が何歩ですかこれね、よく出るんですよ。よく出るで、もしによく出るんですよ。いきますよ。今回は、この b が書いてないだけで、この b が書いてあるときもありますよ。共分散の公式。さっきのは、ちょっと large x と lar あ small x は逆になってますけども、まあちょっとこのプリントでいきますよ。共分散の公式があると。small x イコール alarge x たす b と。small y イコール a'ylarge y たす b' とするならば、うん 小文字 xy の共分散をこう、largexy の共分散をこう置くと、どういう関係があるかと。これの共分散とこれの共分散との関係は、これの共分散は、この a×a' にこれの共分散をかけたのと全く一緒だよと。これが成り立つよと。これを暗記してください。これの共分散とこれの共分散との関係は、これ×これが入ってるだけと。いいですかこの b は全く関係ないと。 B, b が何本になろうと今回 b がなかったですけどもあの b があったところでこれ無視いいですかこの関係ねじゃあ今のやつでいくと今のやつでいきますよえっ、ー、と今こうあったと Large x イコール axLarge y イコール by まあ small xsmall y ねで sxy が7とっていうことはこれの関係が言えるんだからいきますよこれの共分散イコールこれの共分散に a×b をかければいいと。 じゃあ今分かっているのがこれが7ですね。でこれが0.7ですね。ということはこれで AB=10 イコール10と。これが解答です。手との解答。いいかなはい。えっ、ー、と、高校3年生は何か分かんないとこ、またもしの,あのやってみて分かんないとこあったら LINE ください。はい。じゃあ高校3年生頑張れ。